っくりしただけやねんけど。何やねんこいつ。マジで。で、ああ久しぶりに出た。はい、というわけでやってまいりましたけれども、はいはい、なんか夫人がいいらしいですよ、これ。この並び、みなとくんからしたらこう両サイドにちゃんとこう刺せるやつがいて、うん、宇宙はこの囲みたいな、要はさ、宇宙が両サイドに持ってたらどっか行くねん。誰も止められないの。こっち側はせき止めれるけど、そうそうそう、こっち側に広がってくのは止められないから。こっち側はせき止めなきゃいけない。だから真ん中にね、こうまともなやつで、両サイドに、まあ、まともで刺せるやつ、うん、あ、お前まともじゃねえじゃん。まともやねん。じゃあほら、これが一番やばいわ。まともやねん。この前、真ん中にタカ君置いて撮影した時、うん、タカ君も、あ、俺も頑張らんとと思って、こう、結構前のめりに、うん、じゃあ結構、結果それが明るい撮影になった。どこがやりやすいとかある？いや、やりやすいわ。なんかさ、真ん中にいてさ、みんなにさ、こう振られる方がやりやすいんだったら、そこにいた方がいい。いや、どこでも大丈夫。違う違う違う、それこっちが判断する。そう、見てる、見てる、その通りですよ。まあ今日はね、とにもかくにもやっぱり元気にいかないと話にならないよっていう企画なので、みんな元気にいきたいなと思うんですけれども、本日の企画はファイブボンバーやー。まあファイブボンバーね、初めて見る方にも簡単にちょっと企画を説明していきたいなと思うんですけれども、制限時間1分の中で〇〇という歌詞が入る曲5つ歌えというふうにお題を出されます。そのお題で出されたワードが歌詞の中に入っている曲を歌って、1分以内に5人連続で答えることができるのかというチャレンジ企画となっております。はい、というわけで、本日もですね、元気にファイブオーバーいきたいんですけれども、まあちょっとパーフェクトを狙っていきましょう。ねえ、そうしたいね。そのためにはやっぱりタカ君がテンション上げてくれたら、はい、その分俺らも勢いつきますから。はい、じゃあいきますか。ということで、まだ1回もねパーフェクトになってないので、はい、ぜひこの5人でね、うん、パーフェクトねしていただきたいと思います。それでは、はい、本日2本目関係ないよ。本日2本目だぞ。じゃあ1本目だ。ドン。漢字の胸が入る胸。5曲歌え。よーい、スタート。ちょっと頼むよ。何が1曲も出てこないの。胸の中にあるもの。胸ぐらじゃないもんね。胸ぐらを掴まれて。マジで朝までかい。それがですよ、ほんとに胸もうやだ。胸にあるな、絶対あるな。胸に胸当てるみたいな。なあれやろな。胸に聞いてみようか。いこう。胸に、うわ、ごめん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 、胸でもし、あー、ちょっとやらしい。あ、行こう。じゃあさすがにいくないよ、これ。タイゴ胸から、マリン。タイゴ、やらしいね。タイゴ、やらしいよ。それはやらしいよ。この胸が、この胸がいい。もう、逆にすごいよ。ごめんなさい。おーい、マジごめんなさい。何があるんだと。あれ、あれ、おかしいぞ。いや、おかしいぞ。ちょっと、めぐれ警部に聞いてみよう。めぐれ警部。うん。ああ、ダメだ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、悪いよ。エンジョイ、もう一回なりたい。エンジョイ、なりたい。胸のこと。胸のドアを叩いても、胸。あ、胸ですね。さあ、それでは、いきましょう。次の問題、お願いします。タバコが入る。むず。これで答え。よースタート。タバコが入るあるの？うん、あ、俺1曲ある。1曲あるの。タバコが入る。3出た。どうやったら出てくるの？どういう想像して出てくるの？あ、それじゃ出てこないですよ。ハマキやもん。輪っか作るな、煙で。輪っかを作るな。いいこのキスはタバこのフェイクあがしたいや、イエーしゃ。気づかないふりをしてそのままつけるタバコが大嫌い。えい、もっとちゃんと僕を見たしゃ。タバコなんでタバコの匂い。時間ない、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 はい、いや、時間ギリギリ。うわ、時間ギリギリ。終わる終わる終わる終わった。終わってへん。
あれはあれ、湘南の風のカラス。ああ、お前タバコ持ってんのか。あと何があるんですかね。西岡京三のプカプカ。誰や。わかりません。どの時代を生きてきたんだろう。急にお父さんに見えた。はい、それでは次の問題お願いします。架空の生き物。どういうか。はいはいはい、こんにゃくんだよ。ーん、スタート。架空の生き物、どういうこと。意味がわかんない、意味がわかんない。宇宙人とかさ、ユーマとかさ、その何、早くしてや。ちょっと分かれんがして。ドラゴンとか。え、あれは神様とか。違 う、 そう、神様も架空の生き物なんじゃない。あ、そうなの。だ、そのなんか、ペガサスとかさ。あ、どういうの。ケンタウロスとかさ。あんあんあん、とっても大好き、ドラえ。あ、ドラえも生き物じゃないか。ちょっと、どういうこと、どういうこと。早くしてや。どうしようか、どうしようか。とかさ、リュウ。そう、俺の話を聞いて。タイガーとドラゴン。そう、ちょっと、どういうこと。ほんまに分からへん、ガチ。かうし。ちょっと、どうしよう、どうしよう。そう、ちょっと待って、ほんまに分からへん、どういうこと。いっぱいある、いっぱいある。いっぱいあります。ドラゴン、ドラゴンが舞い降りて。うわうわ、はい。ロマンスの神様、この人でしょうか。いろっと火を吹くドラゴン、トイレにはおる。ドラゴンとかカッパもそうだし、そう、カッパもそうだし、スッカンマーでドラゴンボール。ドラゴン、確かに。ああ、そのドラゴンな。坊や良い子はねんねしな、花咲かじいさん、かぐや姫。あ、ドラゴン。いや、架空の生き物でドラえもん言ってくる、頭悪いっすね。ドラえもんみたいな色してます。順番変えよ。順番変えました。はい、それではじゃあ行きましょうか。次の題お願いします。まるまるねんね、が入る。これもある。ゴキャくんだ。よーい、スタート。10年後にまたこの場所で待ってるよ。今から100年先まで愛します。100年先まで愛します。あ、1万年と2000年前から愛してる。俺も、まあ、俺もそれやって。おー、もう一個あんねんけど、もう一個みなとがこれやったらどうしようと思ってるけど、歌っとこう。いや、やめとこう。あー、新しいの考えてじゃあ。今考えて。あ、あるよ、あるある、ある。フータめっちゃ好きやね。え、たぶんそれ俺みなとが。あ、そう。やんな。1年、2年。あ、あ、あ、1年生になった。あ、イエーイ。100人できるかな。100年先まで。100年先も。100年先もとかね、なんか何万年も前からとかね。何億光年。かさやく同時に。ようあるな。次の問題お願いします。約束が入る。約束。ゴキャグ歌え。よーし、スタート。絶対ある、恋愛系の歌で絶対ある、絶対ある。おい、約束はいないわ。わー、はい、マジで分かんない。約束。ネバーランドマジ邪魔やな。ネバーランドめっちゃ出てくるやんな。わかるわ。世界の約束を。おい、あー、いやばい。もう、わからん。あ、オッケー。永遠も約束もないけれど、風が消えた。おっと、これがずっと思ってたやつは出ませんでした。はい、正解。ずっと一緒って言ったけど、約束はいいけど、ショータ、約束しよう。約束。じゃあ、行くよ。次で聞いてみましょう。お願いします。四文字熟語が入る曲。四文字熟語。5曲歌い、よーい、スタート。四文字熟語。4文字熟語
熟語。一緒。大基本がとかそういうこと。そうそうそう。おい、行けよお前、時間なくなるやろかお前。あと20秒ちょっとしかないよ。そうでしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、四字熟語。いや、嘘でしょ、嘘でしょ、焼肉定食。おい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 、やるってやるって、大丈夫、やるって、いけるって。おいおい、うわ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 、ちなみに何歌おうか。いや、もう俺も一歳合歳乗り込んで、あーと四季折々とか、ね、四季折々、鮮やかな色、四季折々の男、気分上々とか、あー心天心、おー次のお題、お願いします。最初まで、おー、今日ちょっとギリア少ないな。マジでやばいっすね。あ、いえ、むずいんじゃん。むずい、あ、いえ、あ、いえ、読み方固定でポキが入る曲。うーん、あー、この曲歌い、よーいスタート。抱きをかれて青いわふわふわ時を越えて、はい、おおおお、君を愛せるか。はい、やば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 い、時その時、一羽のカモメが、絶対それ言ってたらよくなっちゃう。気に入りはなんかあると思ってたな。すぐ終わるやつ、時間なかったから。時の無限な王子、すぐ終わった。絶対そっち。なんでお前歌われへんかったやつが、そんなにグチグチ。お前がしょげよ。それでは最終問題、じゃあね、泣きの芋、お願いします。挨拶の場合が入る曲、ご曲答え、よーい、スタート。バイバイ、ありがとう、さよなら、いつしか、ベイベイだよ。チェッ、きたー。おい、なんでもいいの。雑体ほどの塩の香り、雑体ほどの塩の香り、もう、あのから帰れない、マジでバイバイ、イエーイ、オーグッバイデイズ、今変わる気がする。よいしょ、バイ。これ1個しか用意してないから。ハハハハ、ついてると。いや、そう、いや、だいぶ休めて、絶対いける。バイバイ、孤独な日々を、バイバイ、過去の悲しみを。おしゃい、カチューを知ってたって。カチュー、グッバイ、君を運命の人は僕じゃない。やばい、さあ、というわけで次回のファイブボンバーは、どんなお題が出てくるのか、皆さんも楽しみに待っていていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。始まる方の挨拶やったよ。それではいいでしょう。飛び出す